はい、今回は日経平均4万円突破、空前の株高バブル不規模の原因は岸田自民党の意図的な愚策だった。この内容について考えてお話ししていきます。今回もよろしくお願いいたします。このですね、日経平均4万円突破したとかなんとか言ってますが、実質賃金22ヶ月連続減少ということで国民の生活は厳しいまんまなんですね。さらに厳しくなっているわけですよ。で、えーまあ、この まあ、ニュースに出ている、まあ、この内容とですね、国民の,、まああのまあ、実生活が全く違うじゃないかということでこちらですね SNS でかなり、えー、注目の話題となっております、えー、少し前にもこの件触れたんですが今回、えー、またいろいろ調べましてニュースにもなっておりましたので僕たち国民の生活っていうことで、まあ、そういったことも考えながら、えー、分かる限りこちらの件について今回お伝えしていきますのでよろしくお願いいたします えまずですね、SNS ではどういったことが話題になっているのか、でその後まあニュースの内容を考えていこうと思うんですが、まあ、多くの人が、僕もリスナーさんね同じことを多分思われるっていう、まあ、そういった内容ですね。で、まず、1月のまあ実質賃金がですね、前年同月比0.6%減りました、22ヶ月連続のマイナスとなったとっいうことです。 つまり日経平均4万円を突破して空前の株高とかって言ってますが実質あの給料ですね手取りが22ヶ月連続で下がってるんでああの賃上げとかできるわけないじゃないですかで岸田がなんか賃上げに向かうみたいなこと言ってるんですが全く絵に描いた餅なんですよなんでかっていうと日本っていうのはまあごく少数の大企業とですね 9 9割割ののの中中小小企企業業でで、まあ、成り立ってていいますすが、が経営がとても厳しいんですねで。この SNS にもそういった書き込みが多数あるんですが今中小企業がどん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 倒産してるわけですよその状況下において何が賃上げとかね訳わ,わかんないじゃないですか賃上げなんてできるわけないっていう、まあ、そういった意見が SNS に多数出てるわけですよえ賃上げするっていう、まあ、デタラメっていうことですよねでなんでかっていうともし本当に賃上げをするっていうことを考えるんであれば 日本の中小企業があその賃上げできるようにそもそもその中小企業の経営状態が良くなることをしないといけないんですよ。そのために何が必要かというのは消費税を廃止して積極財政、中小企業にお金を投入していかないといけないんですがどちらもしてないでしょう。消費税廃止もしてないし積極財政もしてないじゃないですか。その状態においいて賃上げなななどでできるるはずががんんすすよよ山本太郎さっっしゃっているようなことをすれば 日本のです、ねえー、まあ経済循環が良くなっていってすぐに賃上げができない人も、ねえー、ゆくゆく賃上げができるかもしれませんが何もせずしてだから絵に描いた餅さらに言えばその大企業の一部、えー、まあ業績が上がったとか外国人が株を買ったとかそういったことで騒いでるだけの話なんですよ。日経平均が4万円を突破しようが僕たち日本国民の生活は全く関係ないですし、えー、中小企業の賃上げっていうのもできないんですね。で例えばですねこの 岸田自民党の意図的な愚策っていうのは何かっていう話なんですが、大企業が儲かってるんですよ。なんでかっていうと、特に輸出大企業っていうのは、還付金っていうのが消費税を使って、還付金っていうのがあるんで、お金が戻ってくるんですね。だそのお金が入るんで、大企業って儲かるんですよ。輸出大企業が儲かるから。からつまり何を言ってるのかっていうと、自民党と大企業が潤う構造です。中小企業はどんどんどん,どん倒産していく。 で賃上げどこの騒ぎではない、日本国民の生活はどん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 厳しい、そういったのが僕たち国民の今の現実の問題ということです、生活ということです。で、また今度です、ね、まあ、同じことをおっしゃってる方がおりまして、岸田っていうのは、まあ、企業の倒産数が22か月連続で前年比を上回り、 実質賃金が22か月マイナスで賃上げするって言って、まあ、何ほざいてんのって話なわけですよ。でこの企業の倒産数が22か月連続って前年比を上回るってすごいまずいじゃないですか。中小企業どどんどんどん,どん倒産してるんですよで今度、まあ、この方がおっしゃってますが下請けをパートナーとかって言ってねまあ本当にやってるふりですよね得意のやってるふり、うん、岸田は何をしてるのかってっ大企業優遇あるいは外国人優遇あるいは自分のことしか考えてない完全におかしいとしか思えないじゃないですか。 でこ,のこの方がおっしゃってる企業倒産数22ヶ月連続で前年比を上回り中小企業がどん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 倒産してるんですよだから何をしてるのかっていうと大企業だけ残して中小企業を潰していくってことをやってるわけでしょそうじゃないって言ったら実質そうなってるじゃないですかでそうしてることも分かってるんでねだから国民からしたら気に入らないわけですよこういう意味のわからないことをやっていてね で、おそらくどっかのタイミングでまた増税を言ってきますからわからないような増税社会保険料のアップとかこんなところで社会保険料アップしたら国民生活積みますからね今でさえ苦しいのにその中でなんとかやりくりしてる国民に対してこういうことをしてくるわけですよ完全におかしいでしょっていう話なわけですよねでちょっと難しい話なんですが まあそのまあ通貨のまあ話でねまあ円とかまあドルとかまあその通貨が安いんであればまあ相対的にまあ企業の価値っていうのは上に上がって株価が上がるっていうまあそれが本来の形っていうことなんですが今回の話っていうのは違うんですよ、意図的にえわざとなんていうのかな上げたっていうかねその日経平均4万円ってだから、てううんでしょうねその後増税に持っていくためとかそういったことが考えられるわけですよ。 だ意図的に株価を釣り上げてで、今度意図的にどっかのタイミングで落とすんですよね。僕はそう思ってます。で、リスナー様もこういった経済の話に詳しい方はそう思ってらっしゃるんじゃないかと。僕は正直そんな経済に詳しくないんで、そんなね、分かったようなことは言わないですし、言えないですけれども、単純にその、 自民民党がですね、売国機民政策、日本国民のことを全く考えず中小企業潰しあるいは個人の方とかも潰そうとして大企業と癒着しているっていうことはわかるんですよね。で今っていうのは何かっていうとその経済の用語で言うとスタグフレーションって言ってですね生活必需品がどん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 値段が上がっているで給料は22ヶ月手取りが下がっているこのスタグフレーションっていう非常にまずい経済状況なわけですよ。だから全く関係ないんですね。 国民生活が何も良くななることはないんですよそれを全く言わずにですね、えーまあ、ニュースではこうやって上がってきましたけどなんか株価が上がったみたいなことを言ってるんですが話になりませんからねでこれあのニュースに出てるんですが、まあ、こういったようなことでどん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 、えーまあ、その国民の手取りが下がっていくっていうことで資産が出ていってこのペースでいったら1年間で68万,万7,000円ぐらいめべるっていうことで。 あの苦しくなる一方じゃないですかだからこの政府とかが言うですね名目賃金が上がったところで、えー、物価上昇に対応しきれないんですよでこの年で約70万下がるっていうことは、うん、暮らし向きなど悪くならないでしょ失われた30年あるいはですね国民の、まあ、給料が20年、えー、上がってないその中で70万下がるって無理じゃないですか。 だから何を言ってんだって話なわけですよ、この岸田の言ってることっていうのは。だからこういったことが、その自民党とか岸田の愚策なわけですよ、大企業とね、えー、癒着して。で、実際にあの、これニュースで書かれていますが、僕もそう思いますし、リスナーさんもそう思うと思うんですが、日本国民の生活ってどん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 厳しくなるでしょ。で、多くの人が、僕もそうですが、みんな節約してるわけじゃないですか。で、この、 え2人以上の世帯はあまあ去年の12月まで10ヶ月連続のマイナスっていうことなんですよ。だから良くなりようがないでしょ生活必需品の値段はどん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 上がっていく給料はどん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 手取りが下がっていくその状態で、えー、もう国民生活持ちませんよっていう状況に今あるわけですよ。でそういったことがこと細かく、まあ、書かれているんですけれどもまあ,あなんてうんでしょうね、まあ、む難しく言えば、うん、まあ 主要企業のベースの賃上げ率3.88%とかって言っても、まあ、そんなのもね、えー、まあ何て言うんでしょうこの基本給をまあ値上げするベースアップが2.22%で連合が目標に掲げる賃上げ水準 5%, 5以上ベア3%以上下回る見込みでこのここで連合って出てきますけど。 連合、まあ、経団連ですよね連合連合経団というのは国民の味方ではありませんから大企業の方に寄ってるんですよ。なんでかっていうと連合吉野智子はですねインボイス制度に賛成したそれが全ての答えですよ。中小企業個人の人たちなんてインボイス制度なんて反対なわけですよ。大反対なんですよ。それに賛成する連合。だからもう完全におかしいわけですよね。でこのの日銀は年の物価上昇率 パーセントプラスとか、ベアが上がっても実質賃金がプラスに転じないとかって言ってんですが、もうはっきり言って、このニュースでいろいろ書いてますが、無理なわけですよ。で、この、まあなんていうんでしょう、日経平均4万円を突破した、まあ空,まあ、空前の株高とかって言ってますが、このことにはこう書かれているわけですね。だから日経平均が4万円を突破しようが何でしよう関係ないんですよ。僕たち日本国民の生活は厳しいまんまじゃないですか。でえー 給料の手取りが22ヶ月連続で下がってる。それが答えですよ。生活必需品の値段は上がってるっていうことで、僕たちの生活は全く良くなることはないんですよ。で、そのなぜ上がったのかっていうね、株価がなぜその史上最高をまあ更新したかっていうと、東京証券取引所の圧力とかって書かれてるんですよ。だからこれっていうのは、その、まあ、外国人が買ったっていうようなことを言ってるんですが、 全上場企業にそのねえ資金と株価を意識した経営とかっていうのを言ってその株主に還元するようなことをして外国人がその株を買うように誘ったっていうことで外国人が株買っただけじゃないですか。でこの大企業のですね株主優遇とか株主にとってそういった働きかけをするっていうのは何を意味するのかっていうと。 会社の中で株主が儲かる、えー、とですね、働いている従業員の給料は上がらないわけですよ。だから岸田の言っていることっていうのはこういった点でも、えー、矛盾しているんですね。うん、株主最優先ということは株主に金が行くわけでしょ、でも従業員にはあお金は還元されないんですよ、だからつまり、えー、従業員の給料は上がらないんですね。だからこの、 まあ言うなればあの株主市場主義とか株主最優先の考え方とかそういったものをしてる限り良くなるはずはないんですよ。で、まあ、特に、まあ、そういったものでも大企業っていうのはねその消費税の還付金とかで儲けたりしてるのかなんか知りませんけどあのはっきり言ってね中小企業はそんなこともない,ないですしで仮にもし中小企業はそういうことがあったとするじゃないですか。 でも、中小企業はそのことをあ,のあったにしても、同様に中小企業も株主のことだけ考えるんでしょで働いている従業員のことはあ考えないわけじゃないですか。つまり、働いている従業員の賃上げなんてはできないってことですよ。だからあの、このニュースに難しく書かれておりますが、バブルの時の株高っていうのは、従業員の犠牲の上に成り立ってるってことで、多分これが、まあ、いわゆるその新自由主義とかそういったものに話がつながっていくんだと思います。難しくてちょっとわからないところもあるんですが、 今っていうのはどうなってるのかっていうと昔とは全く違うんですね日本中が好景気だった平成のバブルの時とは全く違ってこの令和の今の時代っていうのは株高のバブル不況に入,る入ろうとしてているっていうことです。ちょっと難しい話だったんでねちょっと僕にもわからないところがあるんでちょっとうまくお伝えできずに申し訳ないところがあるんですがまあどういうことなのかっていうことをねまあ端的に言うと あの日経平均4万円を突破したあ株高って言いますか何かって言ったら単純なんですよ。外国人が株を買ったから日経平均が4万円を突破しただけなんですよ。で僕たち日本国民の生活っていうのは全然厳しいまんまでしょ。どん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 厳しくなっていくじゃないですか。でおそらく多分あのこうじゃないかと思うんですがこういう日経平均4万円突破したっていうことを騒いでですねあたかも。 この景気がいいようなことを装って、その後増税とか、社会保険料を上げるとか、そういうことをしようとしてるんじゃないかと、僕は疑ってるわけですよ。多分そう思ってる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。で、この自民党の愚策っていうのは何かっていうとですね、その日本国内において、日本国民の雇用を全然考えないんですよ。外国人移民をどんどん入れるとかね、であるいは派遣労働者をどんどん増やすって。 だからもうそんなんじゃ日本の経済も良くならないし日本国民の,ねその個人消費も良くならないあのまず、ですねその日本国内にある日本国内にいるまあ僕たちですよね国民の雇用をきちんと考えなければいけないしその日本国民の雇用で回していってその外国人移民というのは治安とかの問題もありますからそういうものを極力避けていかないといけないんですよだから移民が増えたり派遣が増えると国民の所得って上がらないんですよ。 岸田は分かってやってるでしょうね。だからそれが自民党の愚策ってことです。まあ、愚策っていうか、うん、機民政策、国民のことを考えていないってことです。で岸田は何を考えているのかって防衛費、軍事費をどん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 上げることね、それを考えているわけですよ。岸田と後ろにいる大企業が、あそういったもので有事で何かしらで儲けるから、あと気をつけないといけないのは憲法改正、それをしようとしている。だから岸田ってのは何を考えているのかっていうと、まあ、その売国を考えているんですが、その中でも、まあ、特に、 防衛費、軍事費のどんどん上げ金額を上げること、あるいは憲法改正を考えている、でえー、こちらもですね SNS にまあ投稿されている方がいらっしゃいまして、僕たち、えー、日本国民にとても大きなあこの、ね、不安というかあこのふう、このようになったらもう終わりだなということなんですが、経済がどんどん,どん,どん厳しくなるということは何を意味するのかというと、少子化を意味するんですね。 少子化の問題というのは、日本国民がです、ね、経済的に厳しいことから結婚しない、子どもができないわけですよ。それを防ぐためにはどうしたらいいのかという消費税を廃止して、日本国民のまずあの経済状況をよくすると、で子どもができて、子どもを育てるにはお金がかかるじゃないですか、でその子どもにかかるお金を負担するという意味で、学費の無償化とか、そういったことが必要なんですよ。そのどちらもしないわけじゃないですか。で今というのはど、んどんどんどん出生数が減っていくわけですよね。 でこのままもし出生数が減り続けたらどうなるかっていうと、まあ、大体18年後、まあ、15から20年後ぐらいに日本というのは子どもが生まれなくなって日本はもう完全に日本国民が日本を支えられなくなるもうどうにもならない未来が来るっていうことですこういう政策をしたのが自民党なわけですよ失われた30年っていってね消費税を導入してどんどん消費税を上げる でそれまでは、ね、雇用は終身雇用制とかずっと会社で働けていたものを、ね、雇用の非正規化小泉健中がしてえこういった日本にしたんですよ。だからいつもお伝えしてますし皆さんは思ってる方がほとんどいらっしゃらないと思うんですがたまに僕言われるんですよね、うん「自民党と公明党の何がいけないんですか?」って「うん、今日本がこのようになったのは自民党政権自公政権のせいですよ」 逆を言いますとこのように日本国民のマイナスにしかならない政策を講じる自民党いつまでその腐敗自民党を支持するんですか意味が僕にはわからないですけど別にあの どこの政党を支持するかっていうのは、それは考えが分かれるところがあると思うんですよ。僕は例は山本太郎さんしかいないと思ってます。ただですね、えー、まあその野党でも他がいいとかなんとかっていうのかもしれませんが、まずそのもっと手前にです、ね、自民、あるいは自公ではだめだってね、自民、自公、維新ではだめだっていうことを国民が思わなければ、本当に、えー、もう日本がね、えー、もうなんていうんでしょう、どうにもならなくなるわけですよ。 だから、いつか分かりませんけど、次にまた選挙がありますが、その時に何とか国民がですね投票に行き、自民党政権交代する、もうそれがもう本当、何よりです。あの何より必要なことですで。考え方はいろいろあるのかもしれませんが、と,とりあえずもう野党に投票するっていうもう、それだけです。 僕はあの、ね、いつもお伝えしてますが、令和山本太郎さんしかいないと思ってます。令和山本太郎さんの経済政策なくして、日本が良くなるってことはないんですよ。ね他の例えばね、自民、公明、維新、まあ他も、ね、国民民主でも、立憲民主でもいいですけど、そういったところっていうのは国民のことを考えてないんですよ。だから本当に令和か共産、あ社民はわからないけど、令和、共産、社民しかないんですよ。 特にこの令和の経済政策です消費税を廃止してインボイス制度を廃止する日本国民全員に給付金を配り中小企業を再生するために積極財政をするそういったことなくして、えー、僕たち日本国民の生活は良くならないし、ね、これが続いたらインボイス制度でどん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 廃業する人が増えてしまうで、えー、今の時点で中小企業はどんどんどん,どん倒産しているのにこれが続いたらもっとね、えー、その中小企業は倒産して もう社会困難社会不安を招いてしまうそういった今状況にいると思いますだから本当にまあ何て言っていいのか分かりませんけど目覚ませ日本国民って話ですよ自民党なんて支持してる場合じゃねえんだよって国がもう終わるからっていうそういった今段階にいるわけですよって僕は思ってるんでこちらの件についてお伝えさせていただきました。 あのこの内容ですね、また再びちょっと注目されているんで、また調べて分かったことがありましたら、まあ、その都度ですね、まあ、別の形でコンテンツでお伝えいたしますということで、今回はここで終わりまままます。最後まで聞いていいいててたた。ただきましししありがとうございました失礼いたします。